皆さんこんこにちは今日の専門演習 2A は「ベトナムの近現代」と題して特にフランスの植民地支配の時代とベトナム戦争を中心に勉強したいと思います。去年の専門演習 1A で見た映画「グッド・モーニング・ベトナム」と「地雷を踏んだらさようなら」覚えてますでしょうか。「グッド・モーニング・ベトナムは」はロビン・ウィリアムス主演でアメリカ軍の DJ 人気 DJ がベトナムのサイゴン現在のホーチミン氏に赴任してきて彼をめぐるベトナム戦争の悲惨さを描いたものそれから地雷を踏んださようならば、一ノ瀬泰蔵さんという佐賀県武雄市出身の戦場カメラマンを中心にベトナムとカンボジアの戦争の悲惨さについて描いたものです。 それを思い出してもらいながら今日は勉強してもらいたいと思いますではまず最初に現在のベトナムの概要について勉強しておきましょうベトナムの正式名称はベトナム社会主義共和国ソーシャリスト・レパブリック・ i e ベトナムといいますこの社会主義共和国ソーシャリスト・レパブリックというのがついているところがベトナム戦争が終わって 統一ベトナムが誕生して、まあ、現在至るんですけれども一、まあ、つポイントになります面積は32万9,000平方キロメートル日本の約87%、まあ、ほぼ日本と同じぐらいの面積といえます人口は9,467万人2018年の統計ですが日本よりやや少ない首都はハノイ北の方にあります 人口は2019年の統計で805万人民族構成は金属と呼ばれる人たちが85あごめんなさい86%で大多数を占めますがこのほかにタイ族タイ族モン族その他53の少数民族が居住していると言われています宗教に関しましては仏教徒が約8割なんですけれどもベトナムの仏教は 東南アジア大陸部のタイやラオスカンボジアミャンマーに見られる南方上層仏教と違って日本の仏教と同じくくりで考えられる大乗仏教ですその他、かキリスト教ほとんどがカトリック教徒ですけれども約10%いますがこれはフランスによる植民地配の名残と言えると思います。 その他イスラム教とヒンドゥ教とも少数ながらいるということです主要言語はベトナム語でクオクグーと言います、えっとアルファベット表記をするんですけれども大変あの発音が難しい言葉で、えっと私もタイ語やラオス語は多少話しますけれどもこのベトナム語はアルファベット表記なんですけどもなかなかあの。 えー、勉強に至っていなくて、えー、挨拶言葉ぐらいしかわかりません。えー、大変難しい発音が難しい言葉です。えー、通貨単位はドンと言います。えー、っと2020年7月6日えー、っとこれは今日なんですけれども、えー、100円が21,300ドン、えー。すいませんこの2っていうあの。 全格の数字はちょっとミスなので無視してください21,300度ということになります経済成長率は現在でも比較的高く2018年で7.08%教育制度は5433制を取っていますのでまあ日本の6334制と若干異なります 今日の勉強は近現代が中心ではありますがざっとベトナムの略詞をたどっておきたいと思いますまず戦死時代から中国試合の時代までですベトナム最古の遺跡、工学的な痕跡というと約30万年前の前期旧石器時代にまで遡れると言いますからかなり古い時代まで遡ることができますそして 紀元前1万年から紀元前5000年頃にはホアビン文化と呼ばれる文化これは新石器時代の初期にあたりますけれどもこの時代に今原始的な農業が発生をしたのではないかとと言われる時代がありますそして考古学的に非常に注目されているのはその次のドンソン文化と呼ばれる 紀元前2000年から紀元前1000年頃にかけて栄えた青銅器文化ですこの文化では農耕が主体で青銅器作りも発達し社会が階層化していくこれはベトナム北部の黄河流域を中心に成立した東南アジア初期の金属器文化として非常に注目されるものですその後 BC111 年 中国で勢力を拡大していった全艦がこの頃のベトナムにあった南越国を滅ぼしますでこれ以降ベトナムは中国の支配下に入ることになりますその後約100年あごめんなさい1,000年にわたって中国の支配が続いていくことになりますが途中中部地方にはチャンパ南部にはベトナム南部からフランスにかけてフナン という国が起こります。しかし中国の支配が続くことは変わりありません。この写真は左のものがホアビン文化、新石器時代ま初期の遺構とまあ海藻、まあ塚あの写真で、真ん中と右の写真がドンソン文化、真ん中が銅器、ま銅で作った太鼓ですね。 それから右、えー、は聖の人形です、えー、左の写真があ地図が、えー、7世紀頃のベトナムを表していて、えーまあ、当時中国を統一していた唐が勢力、えー、がかなりベトナムの方まで、えー、進出してきていることが分かります、えー、右の写真は五賢という王様の像 この中国の支配からベトナムの独立を回復した王様として名高い王様です。その後のベトナムは李朝、それから陳朝、さらにはさらに中国の支配から動乱の時代を経ます。まあ、この頃、この時代を通して仏教が伝わったり、カトリックが伝わったであろうとする時代があったり。 フランス人のアレキサンドル・ド・ロードという神父がベトナム語をローマ字で綴り現在のクークングーという国語の起源となった、まあ、そういう時代があったと言われていますそしてベトナムがさらに再び統一を回復するのは元朝、あるいはグエン朝になります元永という人がベトナムを回復するのが1802年。 この時にフランスの志願兵と宣教師の助力を仰いだことによってベトナムは統一はするんですけれどもかなりフランスの影響力が徐々に強まっていくきっかけになりますそのベトナムはカンボジアを保護下に置き首都を増えこれはベトナムの中部にある町ですけれども笛に定めますそして次の民謡帝という時代に キリスト教カトリックの弾圧や迫害政策、排外政策、排外西洋政策を取ったため、フランスの反発を招き、ここでフランスはベトナムに開国を迫り、ベトナム中部の都市ダナン、フエのすぐそばにありますが、ここを砲撃をする、でこうしてフランスの植民地支配に至るきっかけというか基礎ができていくわけです。 これがフランスの出身の神父さんアレ,アレキサンドル・ロードという方をモデルにした切手です。それからこの神父さんが作ったという表記ベトナム語の表記です。ここに「ありがとう」という言葉を表す表記があります Come on。それからベトナム語の順番ですけども 形容詞が後ろからかかる方式ですねですから美しくて知的な女性という場合に女性美しい知的という順番になるそうですさてフランスは19世紀の後半以降ベトナムをフランス領インドシナの一地方として植民地支配を開始しますが20世紀前半までそれは続きます。 しかし他の東南アジア諸国地域で起こったように20世紀前半にはベトナムでもフランスの支配に対する配付運動が起こります例えばトンキン義塾トンキンというのもベトナムの中の一都市ですけれどもトンキン義塾というものができますがこれはフランスの植民地支配体制の下で進歩的知識人官僚 都市の商人などがベトナム社会の近代化及び啓蒙を目的として資金を出し合い年3月ににハノイに設立立した私立学校です、まあ、こうした組織というか学校を母体にして都市の知識層が力をつけていきますが次第にこの反フランス的な色彩が強まっていったためにフランスはこのトンキン義塾に閉鎖を命じる。 ということになりました。えー、まあハノイ大学の612人中518人がベトナム人ですけれども、まあこういったまあトップの大学の知識人たち、まあ学生たちを中心に反フランスへの機運が少しずつ高まっていくわけです。その後第二次世界大戦期を迎えますけれども、1940年、えー、まあ 第二大戦は1939年に始まりますが、ヨーロッパ戦線ではドイツ軍が圧倒的に有利で、フランスやイギリスは敗北を期していきますそのことによってフランスにおけるこのフランス領印とした支配もま、盤石なものではなくなりますんですけどもそこで日本軍は北部ベトナムに1940年9月に進駐します これはまあ中国大陸でのまあ中国との日中戦争を戦っているわけですけどもこ着状態をまあ打破するために南方すなわち東南アジア地域への進出をもくろみ東南アジア地域でのまあ資源を当てにした戦略だったわけです。この北ベトナムに進出をしたことによってまあアメリカを怒らせて まあそのことがアメリカの対日強硬姿勢を招くわけですけどもまあそれにもかかわらず南部ベトナムあのフランス領インドシナの南部に1941年7月に日本軍は進出するそしてフランスとまあ協定を締結してまあ日普通による二重支配状態になっていくということになりますましかしこの南部ベトナムへの日本軍の進出は アメリカを怒らせる決定的な要因になりこれ以降太平洋戦争へ突入していかざるを得なくなるそういうかなりこうこすこうした中でベトナムでは降仏フ,フランスそれからコー次は降日ですねごめんなさい降仏降日の武装蜂起を計画してベトミンベトナム独立同盟会という組織が結成され 植民地支支配配に対する支配者日本とフランス両方に対する反発が起こっていくことになりますカンボジアやラオスもそうですけどもベトナムもフランスの植民地であったためにその植民地支配の名残というのはあちこちに見られますで左の写真は非常に立派な教会ですがサイゴン大教会という ホーチミン市にあるカトリックの教会です右はフランスパンのサンドイッチの屋台で、えーまあ、パンがバケット1本分あるいは半分でマヨネーズをつけるつけない野菜はどれをのせるハムを乗せる乗せないチーズを乗せる乗せないなどというふうに注文すると、まあ、おじさんが作ってくれる、まあ、屋台もありますけれどもフランスパンのまサンドイッチ専門の食堂こういうのも結構見られます。 さて、アジア太平洋戦争、あるいは第二次世界大戦が終結をしますと、1945年の8月19日ですから、日本が敗戦をした4日後、8月革命というのが起こります。ここでは、ベトナムの人たちによるハノイ、あるいは中部の市フエでの放棄によって、ベトナムの元朝を支配していた最後の王様、 バオダイが退位し、現長が崩壊をします。そして同年9月26日、ホーチミンというまあ指導者ですけれども、南部同胞への呼びかけを行い、まあベトナムこぞってフランス植民地への抵抗を行います。翌1946年の総選挙では、ホーチミンは北部で95%の支持を獲得。 南部でも市場を拡大していきますそしてハノイハイフォンという現在のベトナム北部の首都それからハイフォンというのはベトナム北部にある重要な港ですけれども港湾都市ですけれどもそこでベトナムとフランスの戦闘がありさらに南部でも戦闘が繰り広げられます。 1950年代になりますと中国とソ連がベトナム民主共和国という社会主義の政権を承認をするんですけども一方冷戦下にありますのでアメリカはフランスの傀儡政権であるバオダイベトナム国現朝の最後の皇帝王様であるバオダイをトップにして操り人形としたベトナム国というのを承認をする。 こういうまあ、えー、まあ二重のその国がある状態になります。そして1954年、フランスの植民地化を決定的に終わらせるディエンビエンフーの戦いというのがあります。ディエンビエンフーというのはベトナムの首都ハノイから西に300キロぐらい内陸に入ったところですけれども、ここで激しい戦闘が行われて。 えまあアメリカはフランス軍を援助するんですけども、えー、まあベトナム軍が勝利をして、えー、まあフランスはもうベトナムから撤退せざるを得なくなりますそして北緯17度線を境に北部のベトナム民主共和国、まあ、中国やソ連が承認した国と南部のバオダイベトナム国、まあ、アメリカがサポートをしようとするアメリカの傀儡 の対立が明らかになっていくわけです。そして、ベトナム戦争、つまり第2次インドシナ戦争へと突入していきます。こうした中で、1960年12月には、南ベトナム解放民族戦線、ナショナルリベレーション・フロント、通称ベトコンという別称で呼ばれたりもしますけども、組織が結成されます。でこれは、南ベトナムを アメリカの傀儡アメリカの支配から解放しようとしてできたものでこの南ベトナム解放民族戦線の,の南ベトナムでも活躍は、まあ、大国アメリカを最終的には敗戦に至らしめる大きな力になりますこの南ベトナム解放民族戦線通称ベトコンは 当時の南ベトナムの親米政権であったゴ・ディエン・ジェム政権に対して宣戦布告をしここに今ベトナム戦争と呼ばれる第二次インドシダ戦争が始まりどん,どん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 激化していきます当時のケネディ大統領アメリカの大統領は軍事介入することを決定しますしかしまあケネディは皆さんもご存知かと思いますけど 1963年の終わり頃にテキサス州ダラスで暗殺をされます。代わって大統領になったのが同じ民主党のジョンソン大統領。でジョンソン大統領は大統領に就任してすぐに北幕北,北ベトナムへの爆撃の開始を決断をします。 一方、ベトナム共和国南ベトナムの中にはグエン・バンチューを大統領としグエン・カオキを副大統領後ち首相とする政権が成立をしますがこのグエン・バンチュー・グエン・カオキ政権というのは血の弾圧を繰り返す強制事を行ったことによって南ベトナムの民進は次第に離れていくことになります。 まあこうして北と南の争いっていうのはどん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 激しくなっていって戦争は泥沼化していくんですけどもまあこういう状況に対して世界中の知識人がアメリカを批判するんですけどもフランスの文学者であり哲学者サルトルなどもその一人でした1968年この年はメキシコオリンピックが開催された年です その4年前は前回の東京オリンピックが開催されるんですけれども以前、別の授業でお話ししたと思いますがメキシコオリンピックでは多くの黒人選手たちによる自分たちの G 運動ブラックパワーサリュートという G 運動が起こったことをお話ししたことがありますがそういう意味でこの68年というのは非常に重要な年ですけれどもこのベトナム戦争にとっても転換点となった非常にあの。 重要なな年になりますこの年の1月30日テト構成テトっていうのはベトナムの正月ですけどもに北ベトナム軍はそれから解放戦線が南ベトナムの主要都市を一斉攻撃をします。でこういう状況に対して米軍兵士たちは同年3月16日に北ベトナムのソンミ村という村を に降り立って、その村人を全員皆殺しにする、もうそのすごく世界に衝撃を与えたソンミム虐殺事件というのが起こるわけです。これに対して、ま世界の世論は激怒します。アメリカはこれで孤立を深めていくことになります。しかしそれにもかかわらず、アメリカはベトナム北ベトナムへの攻撃をやめずに、 さらなる無差別爆撃あるいは枯葉剤毒ガス弾といった非常にこう生物兵器の使用をして戦争はさらなる泥沼化に入っていくことになりますその後1972年2月にアメリカによる北ベトナムの首都ハノイの大爆撃などがあるんですけども次第にこの沿戦気分 いくら戦ってもあの膠着状態で大国アメリカは勝てない、えー、という状況が続いていって、えー、1973年1月にはパリで和平協定が結ばれ、ま、北ベトナムとそれから南ベトナム解放民族戦線さらに南ベトナム、ま、アメリカとの間で、えー、和平協定が結ばれていきますでこれ以降アメリカ軍の撤兵が始まるんですけども 実質的なアメリカ軍による介入は継続をしたままでした、まあ、とは言ってもどん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 アメリカは形勢が悪くなっていき結局1975年4月30日南ベトナムの首都サイゴンに北ベトナム軍が突入をして南ベトナムのサイゴンは陥落こうしてベトナム戦争はに終始を告げることになるわけです。 去年、専門演習1位の時に、えー、映画を見た後に見ていただいたと思いますけども、これは南ベトナム解放民族戦線がゲリラ戦を展開した全長270キロに及ぶ口トンネルという地下トンネルです。えー、左の写真を見ると、えー、何の変哲もない、えーまあ、土の上に枯れ葉が落ちてますけども、えー、枯れ葉を抜けて、えー、ここに 掘ってある入り口の蓋を開けると、私が入ってますけども、こうやって人一人が入れるトンネルが張り巡らされています。そして、右上の写真のように、トンネルといっても、人一人がやっと張って歩けるぐらいのトンネルで、これを全長270キロを張り巡らして、ここにこもって、アメリカに対するゲリラ戦を展開することになります。 で右下の写真は、まあ、トンネルといってもところどころに作戦指令室とか、まあ、食堂とか医務室とかそれが設けられているんですけども、まあ、これはその食堂の移行で、まあ、現在ではそのこのトンネルもこの中も観光地としていわゆる戦争ツーリズムダークツーリズムの目的地として使われていて、まあ、観光客で賑わっています。 これはその同じ口トンネルのところにある南ベトナム解放民族戦線の兵士、まあ、男女の格好と彼らが食べていた食事です。こう口トンネルは入場料を払って入るんですけども、まあ、入っていろいろこう見学する中でその口トンネルの中の食堂に行って当時解放戦線の兵士が食べていた 干し芋を塩を塩つけて食べることができますその芋の甘みとその塩の辛みがとてもうまくマッチしていてとっても美味しいですお腹が空いていてもかなりこれはお腹にたまるし糖分も塩分も取れるということで非常に合理的な食べ物かと思いますこれが現在のホーチミン市旧サイゴン市南ベトナムの首都にあるまあ 大統領官邸です。左の写真には戦車が写っていますが、1975年4月30日、こうやって北ベトナム軍が大統領官邸に突入をし、ま戦争は終結をします。現在ではこの大統領官邸は博物館になっていて、まあ入場料を払って当時の様子をま見ることができます。 右の写真はその大統領官邸の屋上のヘリポートです。ベトナムは、えーまあ、ホーチミンもそうですし、北のハノイもそうですけれども、戦場ツーリズム、戦争ツーリズムの目的地としては非常に勉強になるところですが、これはホーチミン市にあるベトナム戦争小石博物館というところにある写真をいくつか並べたものです。 左の大きな写真のおは、えー、日本人のカメラマン、えー、沢田恭一さんの自由への逃避と呼ばれる、ま、写真で、えー、これは、ま、当時、ま、世界最高の報道写真家賞であるピューリッツァー賞を受賞したものです。えー、母親が4人の子供をお抱きかかえて、あるいは、ま、必死にこの川を渡って逃げている様子。 ここでは銃弾が飛び交っている様子は映っていませんがこの母親と子どもたちの必死の形相必死の表情の中にこの戦争の凄さ、無誤さ悲惨さというものがうかがえるというものです右の上の写真は敵の兵士の首を切って記念写真を撮るアメリカ兵の写真ですけどもこの時のアメリカ兵の人たちは笑って写真に収まっています。 え、ま、人,人を殺して首を切って記念写真を撮って笑えるっていうこと自体が戦争の悲惨さというか戦争の狂気というのを象徴している写真かと言えると思います。それから右下の写真は、さっきもちょっと言いましたけども、地雷を踏んだらさようならの佐賀県武雄市出身のカメラマン、一ノ瀬太蔵さんが取材中に、ま、あ カメラを首にぶら下げているんですけども、彼はライカとかニコンとかを3台ぐらいぶら下げて、その戦争の写真を撮って回るんですが、その時、これはニコンだと思いますけども、被弾した一戸太蔵カメラマンのカメラですで。ちょうどこのカメラっていうのは、心臓の辺りに下げていますので、これがなければ、心臓をその流れ弾が貫通してい,ていたと。 いうことを思うと、まあ非常にその恐ろしい状況を想像することができると思います。皆さんももう一度あのこの授業の後に例えばグッドモーニングベトナムとか時代を踏んだらさようならというのをまあ見る機会があったらぜひ見ていただきたいと思います。さてベトナム戦争がまあ終結をしますと北ベトナムが勝利をするので。 社会主義政権の統一ベトナムが誕生しますそれがベトナム社会主義共和国で共,共産党が実権を掌握をすることになるわけですしかしこのベトナム戦争がの後半の1970年初頭くらいからベトナムは中国が支援をしていましたけども関係が悪化していきますなぜかというとう この頃は1972年に日本と中国も国交回復日中国,国交回復を成し遂げますし中国とアメリカも接近していきます。で米中国交正常化がなされるのは1979年なんですけれども中国とアメリカが親密になっていくにつれてベトナムとしては自分が戦ったアメリカがアメリカにこう接近する中国が許せないということで関係が悪化し それは1979年にはとうとう中越紛争という中国とベトナムとの間の国境紛争にまで発展していきます。ベトナムは1978年11月に締結したソエツ友好協力条約を背景に同年11月にカンボジアに侵攻して中国の支援を受けた民主カンプチア以前勉強しましたポル・ポト率いるクメルルージュ。 を打倒したために、中国はアメリカの暗黙の承認の下にベトナムに対する懲罰戦争に踏み切ったわけです。まあこれが中越紛争です。でアメリカもまあ止めなかった、えー、止めなかったし暗黙に認めたっていう。まあこの頃の東南アジアというのはまあ戦争は終わったんだけども、非常にまたいくつもの、えー、近隣諸国あるいは大国の思惑が入り乱れて非常に混乱した状態にあったことがわかります。 1986年12月には共産党第6回大会でベトナムはドイモイ政策を採択しますドイモイというのは刷新新しくするという意味の言葉ですけれども具体的には企業の受資権の拡大対外経済開放など資本主義的要素を取り入れること人事面でも若手を起用するなど民主化を進める政策です このドイモイ政策によってインフレ克服食料生産の増加米輸,出の米輸出国家などの成果が上がったために1992年4月交付の新憲法ではドイモイ路線を明記しその加速を図りさらに10年余りたった10年ぐらいたった2011年の第11回党大会でも 同意猛威政策の継続が確認をされましたまた1988年12月には国会で憲法前文の修正決議を行います、えー、ここでフランス日本アメリカ中国に対する批判的文言を削除しますフランスは植民地配をした日本も植民地配を一時期したアメリカは戦った中国とも戦ったこういった これまでの近現代の歴史における敵国に対する批判的文言を削除するということはひいては西欧諸国との協力関係を拡大し経済発展をまする方向に舵を切ったことを示していますその後近年のベトナムですけれども一時期仲が悪くなった中国と国交正常化を行うそして 1995年には ASEAN= アア東南アジア諸国連合に加盟し東南アジアの協力関係のネットワークに入るさらにはアメリカの当時のクリントン大統領がベトナムを訪問してアメリカとの国交正常化を成し遂げるさらに APEC に参加する WTO に加盟するその後 ASEAN アア議長国や APEC 議長国を務めるなど どん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 国際社会の中に入っていくことになりますそういう中で私たちに関係あるところとすれば2003年にベトナム航空が福岡ホーチミンに直行便を就航させました当時は週2便でした現在ではハノイとの間にも週2便ありますけれどもただ今コロナでちょっと止まっています同時に2003年には日本人の入国ビザを撤廃しましたので 我々日本人はベトナムにはビザなしでパスポートさえ持っていれば遊びに行けるということで非常にベトナムとの関係が近くなり日本人にとってもベトナムは一つの観光地になっているわけです。最初に言いましたように現在でも7%を超える経済成長率を果たしているベトナムは今後東南アジアの中でも非常に注目すべき国の一つ。 になり続けるでししょうし私たち日本としても注目していかなければならないそして仲良くしていかなければならない国の一つということが言えると思います。これで今日の授業は終わりですけれども今日使った主要な参考書を挙げていますがいつもの通り3冊目にあります「もっと知りたいベトナム」これがベトナムの全般を知るのにとてもいい本ですし小倉貞夫さんの「物語ベトナムの歴史」 これもベトナムの歴史を分かりやすく解説してありますので、そして新書版の本なので、比較的安く手に入りますので、おすすめの本です。そして、ベトナム戦争やベト,ベトナムのその後について知りたい人は、まあ、下の2つ、坪井義明さんの本、古田元先生の本などがおすすめです。それでは、これで今日の授業は終わりたいと思います。また来週お会いしましょう。さようなら。